なんか広告がおいすげえ美味しそうな広告がYouTube のお前豆腐牛飯で美味しそうですね。やられました。おっつー YouTube 広告そうっす、広告が入るんですけど豆腐牛飯。ただ今回配信を録画してないんで、まあ、YouTube の方がなかったらちょっと動画上げれないんで、まあ、最悪 YouTube の方は動画をダウンロードして後でニコニコに上げるっていう感じでやりたいと思います。よろしくお願いします。そうすると軽いんですよ。さあ星子ダムレザル VS 前田区座頭試合となっています。今日はね珍しく帝に座頭使いが3人もいますね。小川座頭、津座頭、前田区座頭とね、なかなか集合することがね少ないんですよ。さあ追い返した下段もヒットエンケレスジャンプディで吹っ飛ばして画面足カシウス投げて、さあ画面足まずいぞ。前田君はですね PR の試合すごいやり込んで超伸びたプレイヤーの一人だと思います。万葉とかあそこら辺もねだいぶ AC とか PR 頑張った勢組なんで、あの時の強かったプレイヤーみんなうまい。さあビヨーンと、おっとこれはテンションゲージが削り切られるかというと結構減ったな。さあお互いにテンションゲージがなくて、あーっとスライディング出てきたところ潰れていましたね。さあ第2ラウンド追いかける。まあ先ほど同じような展開ですね。持続が長いんで最悪分身を消せればといったところでしょう。ジャンディから手段これバーサス使っていった。なんだこのスライディング強え。なんかもう完全にねドラゴンボール武道伝2のあのトランクスのスライディングを思い出すんですけども、やばいやばい画面足空中でやるとハメっていうのはそんなの知らなかったですね。純粋な子供でした。さあ画面足ちゃんとね気力をマックスにしたから対戦してました。気力って言わないから引くか。急投げですね。さあここは決めていきましょう。勝ったのはホヒコさんのラムレザルです。おめでとうございます。続きまして太郎さんのポチョムキンとトイリュウさんのイノ、あ、お願いしていい。来てそうそうなんだけど、これも勉強。ラムレザルストレイト見えなくても、まあ、ニコニコは100メガバイトぐらいで抑えられればねすぐ上げられるんだけど、 1.5 が最低ってやられるとね再延期されてとんでもないことになるんですよ。間違えちゃったやっぱダメ。最近先頭さんいなくなったから人数少ないときは大変だよ。人数多いと手伝ってくれる人がたくさんいるから逆に大会とかでやれるんです。人数少ないときは大会に集中してるんですけどね、大会に集中したのにいきなりミスしました。ダメですね。やっぱ一気に動画上げられればいいんだけどね、一気に上げられないけど 1.5 だとね、エンコに30分、エンコードニコニコに上がるの20分とかね、ちょっとやってらんないんですよね。さあと緑色のポチョムキンと白色のイノ、まあちょっと普段とカラー違いますが相当ポチョムキン戦やっていいでしょう。トゥリオさんポチョムキンとしてもかなり厳しいですけど大会ですからね。カラー太郎さんかなり読みがね強いというか本当にいろんな格ゲーやってるんで引き出しが多いイメージがあります。おいしゃーうまい。マイケイからアントニーシュールすげー減った。ただゲージがあるんでねここどうするか。当たっちゃったー画面中央。これ読んで潰そうというところでした。上海からここ一気に潰してきました。まあけど、ね、今はねニコ生でね動画見れますしね配信見れますしね、まあいざこの時代の流れというかニコニコもうちょっと便利になるのを祈っております。まあそれまで変更方法を考えてるんで今いろいろ試してるのお待ちください。まあ、とりあえず試験的に本日は、YouTube を開始しております。コメントもね、まあ、初期に比べるとやっぱね難しいですよね。初期は何でもない動画でもすごかったもんですが、
さあ、ジャンハイ、いやらしい、マイドリン、ケミカル、ケミカル、画面、端うまい、あー、しかし、一緒にやった、端ピーから、マイケー、おー、メガフィーストから、これは、ICPM、変更点になりますよね、おっとっと、あはははは、魔法のヒートナックル、まあ、ガチャいいです、ガチャ。さあ、最初ラウンド。さあ、これバーストがね、使えてないっていうことは、ジャンニーホルキャンができない。まあ、できないわけじゃないんですよ、厳密には。だから、かなり、キンバーストに暴発する確率が多いので、基本的には封印ですよね。さあ、ケミカル。さあ、髪足。空中ダッシュでしっかりガードして、ここユーリフレーム取って、ね、コンバランスがやばい。で、マジで続いて、続いて、画面 8G ふぅバーストされて、バーストじゃねえよ、デッドバングル使ってメガフィストからタチピー割って、ケミからすごいところへ、なんか連続が、おいそーあー、勝った置き攻めは、あるぞあー、なさそう、いや、あるさあ、画面しようバックステ投げていきます今そう、いけやる元気があればなんでもできねえうーん、残念でした。勝ったな、トリオさん。はい、お願いします。続きまして、SRC さんのスレイヤーとロルディさんのベッドマンですね。海外勢対決となっております。中国勢の SRC さんとカナダだったかな、中国対カナダです国際的なね試合が。ロルディさんなんですが、先ほどツイートしたんですが、2月の6日に帰国ということなんでね、留学が終わって帰国ということなんで、ちょっとね送別会的なのをやりたいなんでね、ギジェさんも確か来月帰国なんでね、一緒にやっちゃいましょうね。俺、釈迦さんちょっと帰るって言ったらね、ちょっとエボー終わった後に一時帰国するもんだと思ったら、ちょっと帰るって言ってもう普通に帰ってましたね、帰国しましたからね、ギャーっつって釈迦さんはエボーの後に帰国しましたそんな聞いてねえ、あれいつ帰ってくるんですか、いやもうしばらく帰らない、お金貯めたらまた戻るかもって、っつってちょっとじゃねえと思って、まあいいですね、海外は自由ですね私の時、そうですね、コメントが面白いんですよ、今ちょっとね、あーと、キングスエース、キングス、最近のギルティギア、なんかすごい動画が多くて、なんていうんですか、兄貴と別系統の動画がすごいいっぱいあるので、まあ、その人たちにしばらく頑張ってもらって、兄貴はまだ、やっぱ難しいな あれ系苦手なんですよねいやけどたまには面白いの、編集すごい頑張ってるんですよ、面白いやつは面白いんでね、ただ見るまでの敷居が高すぎてすげえ画質よくてね、編集とか超頑張ってる、面白いやつはマジで面白いですけど、なかなかきついですね、ちょっとさあジャンピー立ち配からと避けていく、さあロディさん飛ばして、これね香港土産を持ってきてくれたんでありがたいんですけども、ここはジャンケイがベッドの頭投げてましたねサッカーボールのようにパーンって。さあ、とにかく0回戦終了です。ロルディさんはルーザーズの2番ですね、なので前田区佐藤 VS ロルディベッドマン、B 番台で試合をルーザーズです。ここで負けちゃうと終了となりますので頑張ってください。では1回戦入っていきます。星子さんのラムネザルと FAB さんの保証金、あ B 番台ではロルディさんと、はーい、あれはちょっと苦手だな、やっぱ海外だからまだそのね現実のものとは思えないって、その現実逃避ができたんでしょうね兄貴は。ああまあけど日本人系はきついな
ちょっとは、いや、好きな人には申し訳ないんですけども、フォローで、まあ、今日これはまだしばらくニコニコやんないからいいか笑ってごまかす。さあ、ホヒコさんのラブレザルと FMB さんのポチャムキンです。さあ、しばらくかな、チャンハイ、いや、面白いと思いますよ、フォローしときます。あー、顔振りやっちゃった。まあ、そこ行こう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 、来ない。さあ、置き攻め、うわー、おー、シールド、いいのか、それでいいのか。たまにシールドをリバーサルで出してくるときあるんですけど、どうなってるんでしょうね。あれ、なんか狙ってシールド出してるのか分かんないんですけど、なんかラムレザル使いだからワンチャン狙ってる可能性もありますからね。ラムレザル使いだからって、ちょっとやべえな、けどなんかあるじゃないですか、そういうの。なんかがあるのかもしれない、隠された秘密が。あ、覚醒もね、やっぱそうですよね。そうだよね、発光さんたまになんか狙ってるっぽいんじゃない。わかんないですよ、格好さんとか見てると。なるほどな、みたいな。グル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 パーフェクト。さあ、デコフィン、ジャンエス、ジャンピン、エンエス、ハンブレ、バスターは飛んで、画面端、まずいぞ。剣一刀、画面端あるぞ。バースト使って追いかけます。ジャンピン、ジャンエス返した、おいた。これありそうですね。まずはこれで、あっ、ユリアンみたいにならんかった。最近のユリアンすごいらしいぞ、あれ発生もそうらしくて。そう面白かったっす、発生保証から相手死んだ。ああ、だロマンキャンセル、ここは逃げることを選択しましたね。デコピン、当たっちゃった、危ない、殺してきましたね。マイケトリシューラかな、こっちだけか、あー、ボルダー、うまいぞ、どっちだ、見えない、おー、顔してる、すげえ、ペンペンペン、ゲージは倒、あ、ぶねー、あー、終わっ、ビール我慢、焦ってる、あー、間に、おー、お前のものは俺のものと、かっこいいですね、力が欲しいかって、回す、読みそう、あははは、4っぽいが当たっている、あー、打てない、あれ、これ、やばいじゃね、キャンするしかないんですよ、これ、あー、こっちじゃなかった、でかい、でかい、あー、ぶない、あー、終わった。今 ICBM 飛べたかな、難しいところですよね、飛べなかったっす、もう。じゃあ多分あれが正解だったっぽいですね、けど読みは正しかったっぽいんですけど、まあ、1回ジャンハイすら漏れてますからね、これがプレッシャーというところでしょう。FMB さん、ルーザーズの、4番に行きましたね。続きまして、トゥーリオさんのイナとアッパレさんのミリア A 番内でお願いいたします。さあ、本日何度も言うように、勝ちトーナメントにいる間は、ルーザーでありますのでよろしくお願いいたします。あれ、さっき梅茶さんいませんでしたっけ。梅茶さん、七夕さんちょっと遅れるみたいなんで、よかったら七夕さんの中に出ませんか。じゃあここ梅茶さんのクムに、あれクムだっつったよね、クムです、クム。さあ行きましょう、アッパレさんのミリアとトゥーリオさんのイノで、七夕さんなんだけど、ルーザーズのスタートにしといて、あームック最近なんか青いやつありましたね、西武池袋線でなんか一生なんか UFO が当たると超イライラする CM ありました、あれですかね。いやマジイライラするんですけど、あれやっと終わりましたけど、最近けど、ああやって印象に残るってこと自体が大事なのかもしれませんね。さあ画面押し、2K からとこのジャンピン漏れて、さあ最後で潜って手にかかる、
1S、2K、2S、足払いから投げ返していきます。 2K、2K、崩していきたいところですが、コルフを使ってくる話は、ただちょっとです、井戸川はゲージを吐いてしまいましたので、ここで捕まえていきたいところです。さあ、足でしゃがみのペースで回避していく。ハリガさん、さっきはこれはケミカルの着地に刺さったらカウントヒット、画面中央からの前蹴、ちょっと 2P で出たっぽいんですけど、ハートマーク出てたんで、あー P 番台は OK だね。じゃあね、花畑さんもですね、あ、ここだとね、あれだから、ここ1個ずらして、ここに花畑さん6番、4番、4の6にしよう、4の6の、この11で花畑さん、おぉ強い、ちょっと走れないでしょ、うわー、なんか当たってた、シャニーさあ、バラにタイミングを少し崩された、ケミカル逃げたい、巨源ここはカッチペイ、置き攻めどっちだ、めくりつ飛びに引っかかっております。さあ、しっかり倒し切って勝ったのはアパリさんのミリア、トゥリオさんは5番、FAB さんだったんですね。めっちゃ嫌そうな声ですよね、やめてくださいよ。マイク入りましたよ、今多分。で、ここに11の七夕さんで、続きまして、お待たせいたしました、 SRC さんのスレイヤーとランズさんのミリア、 A 番内でお願いいたします。あ、違う、あ、合ってる、ここにで、そう4対11だね。オッケー。じゃあ、トゥーリオさん、早速なんですけど、B 番台で FAB さんとお願いいたします。先週もやりましたね。よろしくお願いします。まあ、いつも大会出てくれてありがとうございますってことで応援してます。二人ともどちらにつくことができない、なぜなら俺は実況だから。いや急にニコニコに上げないってなると、あ、この動画しばらく上がらないって考えるとね、まあ口も軽くなりますよね。さあ、ランズミリア VS SRC スレイヤー、サマーパンチ、そう、明日からロケテストですね、楽しみですね。まあ本当にソルとかカイドが新必殺技でどんなのがつくのか超楽しみですね。初期組はね、多分たくさんつくんじゃないかな、たくさん初期組のキャラクターはだいぶつくんじゃないかなと思ってるんですけど、こちらの時はぜひロケットパンチとブレストファイヤートリシューラだけじゃなくてね、もうルストハリケーン的なのも欲しいですね。さあ、頑張りやすい。さあ、ランズさん追い込まれた、勝ち切り返していく、変更点足発表、うふぅ、トゥーリオさんね、数字の2って書いてトゥーリオってかっこいいですよね。さあ、フラ耐えれるか、あーと足払いまだあります、めくって 2K 足払いから、ここどうする、スワンガードデッタングル返して、画面端 2K 金 S 2敗者ジャン S ジャンディ S アイスラッシュ落とし、あー漏れちゃった、わかる、 2K マンパンチ、ここはきついぞ、どうする、どうやって逃げる、まずは縦、おー総裁まだある、あー怖え、何か引っ掛けてます、ジャンプ S かな、勝っているのは SRC さんです。ランさんは6番、抜け目なく色化も武器にする、じゃあ続きまして、梅茶さんのクムヘヒョンとケロピーさんのジャックを A 番台でお願いいたします。あ、そう、で、まあルーサーズ進行して間に合わなかったら、先輩でっていう感じで、
さあ、トリオさんが勝利を収めたようです。本当に心からの安藤の声が。さあ、梅茶さんのクーンヘヒョンとカーイケルビーさんのジャックをトマイ。さあ、2K2K2P から早見さん落とし。さあ、3ハイスラー溜めた。溜めると少し有利になりますんで、少しだっけ、プラス5ぐらいだっけ、忘れちゃいましたけど、まあちょっと有利ですね。あ、少し有利。あ、日本語って難しい。まあそこそこ有利です。なんであんま暴れない方がいいです。じゃあ、はい、消えて投げて、ペン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 。 2P がね、なかなか使い勝手いいですね。田中さんが来れなくなってしまったということなんで、ランズさんは不戦勝で、おめでとうございます。この後はトゥーリオさんと試合を行っていただきます。タッチ P からジャン SD。 クムは最初何していいか分かんないですね。けどなんかあんましっかり重なってないなと思ったら、サンハイサーの低姿勢で逃げているような雰囲気もありますね。難しい。さあ、真剣から投げている。出なかったっぽいんですが、しっかりフォローを決めて投げて、当たらなかったが、前ハイヒールキャンセルから、ここは投げを決めていきました。勝ったのは、ウェンシャーさんのクムヘヒョン。ケロビーさんは7番のルーザーズとなりまして、そのまま B 番内に移動していただいて、太郎さんの保証金と試合をお願いいたします。では2回戦入っていきたいと思います。コヒコさんのラムレザルと、アッパレさんのビリア、 A 番内でお願いいたします。あ、 B 番内太郎さんとケロビーさんお願いいたします。クムヘヒョンを使わなくなる、キャラ替えをするっていうのを、まあ脱出ゲームしたみたいな感じで言ってるんですけど、マジパワーワードすぎて、すげえ、あ、なるほどな、ちょっとクスリとするワードなんですけど、よくよく考えたらあまりに危ないワードで、なかなか使えないんですね。さあ、行きましょう。さあ、投げて、登場演出とかね、変わったりとかしてたらめちゃめちゃテンション上がっちゃいますよね。あー、危ない。エンクレス、2号ジャフィからエンエス、ロマンキャンセル、画面足に持ってきます。原神状況がかなり差がついていますが、あー、ブリッジが出なかったっぽい。全部当たって画面サージ、ポン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 。さあ、これはゲージ 100% あるからといって厳しい。投げていく、どっちだ、上り中、なんというか F 式になってます。今回のギルティギアイギザードはですね、ACTR までと違いまして、集団で、上り中なんじゃない、連続中なんかで崩した場合、しゃがみくらいじゃなくて立ちくらいになるんですね。それを利用した、空中ダッシュの崩しになってます。前回までだったらしゃがみくらいで、その後何も繋がらないんですけども、イグザードから立ちくらいになっているんで、今みたいに空中ダッシュの、F 式で崩した場合、集団で崩れるんですね。ラムレザル新技つくんだ、へぇ、まあ、多分ね、ソニックブームじゃん。トランスが戻ってこない版みたい。あ、もうそもそも戻ってこないわ。さあ、インクレス止めていく。ダメージ、さあ落として飛んで空襲撃が素晴らしい。投げを決めて勝ったのは、アッパリさんのミリアです。おめでとうございます。で、ホヒコさんは8番、2回戦ルーザーズ組の8番に移動となります。続きまして、SRC さんのスレイヤーと梅茶さんのクムヘヒョン、 A 番台でお願いいたします。これほど制裁を書く、3本目の体験がとかだって、なんか
隠し腕ビームサーベルみたいなジオみたいになってます。大丈夫ですか。さあ B 番内はルーザーズどんどん進めていきますよ。トゥーリオさんのイノとランズさんのミディアお願いいたします。そうそう、1回戦負け組は1回戦負けた組だけでやる。ここでタマ座っていいよ、大丈夫。さあ、クッシュッシュ、鋭い、おいしょー、ボーン、ボーン、おしまいかな。スレイヤーも新技何作るんですかね。ただパイルマンが飛び道具版欲しいですねって言ってたんですけど、実際対戦したら嫌だなと思って。けどめっちゃかっこよくない、ね、もう全キャラ飛び道具持たせてて飛び道具ギリギリなんですけど、お前ハイサーグル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 ポーン。おっ、あー神経じゃなかった、はやぶさ後ろ、おーっとやばいですね。梅茶さん昨日もライトザライトニングしようとして肉食ってましたからね、怖いですね。スさんとかもかなりやばいんですけど、さあ受け下がるか、ダブルピース失敗。マイピー出したからボールが止まってしまった。グググググググッツ。いけ、パシピン、うまい、はやぶさ、バソッ、おーまい、 KK から 2K、 KS、 2S、 足払いではめて、おーまい、よく拾った、マイピー、あーっ、船も出てた、うおーっと、やばいぞ。さあ投げ返しに定評のある梅茶さんでしたが、吸血さすがに返せなかった。出せましたが、くる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 と回し、あー戻っていってしまいました。あー、あやぶさん勝ったのは、梅茶さんですね。準決勝進出。SRC さんはルーザーズがあります、お待ちください。続きまして、勝ちトーナメントの決勝進出をかけて、そのまま梅茶さんとあっぱれさんで準決勝第、第1試合お願いします。ここで負けてもルーザーズがあります。で B1 内勝ったのは、トゥーリオさん、トゥーリオさんの前に、太郎さんと前田くんで B1 内お願いいたします。まあなんかあれだよね、新技っていうからね、やっぱほんと新技欲しいですよね、あの使い回しじゃなくて、うん、いやジョニーはほら新キャラクターだから多分新技ないから、多分初期組にはね、ドーンとつけてあげてほしいですよね。え、チップ空中でいい、何言ってんの、やばいっすね。もうチップはもう経験員の駒投げつけて当たったらアバイオって自爆して終わろう。そう、海洋星行って自爆してきたって設定で。もういいよ、本当にセル編の最後の瞬間移動でいいっす。さあジャンエス、ジャンハイから、おーっと投げてくる、あ、これはあかー当たってしまった、しかし安い、あそこなんかロックマンのチャージ音ウィーってやりたいよね。うまい、避けた、イメージがあるんでちょっと気をつけない、あー空車シュー、さあ前ハイ潰して
ためタッグが、これはクライミングを選択した形になりますが、ちょっとね、キョウヘヨンは浮きが高いんで、コンボ難しいんです。わー、ぐるるるっと、ドーン。爆発って感じでいいですね。グル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 ボーンから 2P で拾ったガッチャンフェイいけない、助け拾って、これバーソーガタ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 、マイハイサラーシークレットガーデン、バットムーン乗っている、素晴らしい、ここまで、そう、しかし軽いな、やっぱ軽いっぽくて変な当たり方するっぽいですね。イエス刺さって、いやつは早押しが出ていた。バットムーンから置き攻めはめくって刻んで、ここは距離取ります。あーとウィンガー、これは痛いぞー、ガメ足こちらダストダック叫び声が聞こえてきた、画面端。さあ中盤どうする、ダッシュ投げを通していきました。ここはね、3000勝もかなり意識していたでしょうが、決めていきます。さあマイハイスラー落として距離取って、あーと早場さん、ちょうどシークレットガーデン消えています。ジャンディーから早場さん、すげえ当たり方してためて直前ガードしますが、S 範囲から足払い回して中段。さあ B 番内勝ったのは、前田くんなので、プーリオさんと、1回戦、0回戦1回戦組のルーザーズ勝ち抜けを決めていただきます。それに勝ちますと、小彦さんと SRC さん勝った方と試合になります。さあ球種投げ、まあ、ここから粘っていきたいところですが、ゲージがないんでね、なんとか回収していきたいところ。レッドアングルもありますが、さあこのガードをしのぎ切りましたね、うまい。さあためて前ハイスラー置いています。おお、フリッツ、あしかしここはどうする、ボールかき消される形。エメラルドレインからバーストはちょっと難しいですね。ここは持ち攻め、あはははは、上田さんっぽいけど、まあしょうがないですね今のね。いやー、真剣貯めていったんですけど間に合わず、勝ったのは、アッパレさんのミリアということで、決勝進出はアッパレさんのミリアとなりまして、梅茶さんは、敗者復活ルーザーズファイナル、となります。お待ちください。じゃあ先にホヒコさんのラムレザルと SRC さんのスレイヤーを、A 番内でいきます。これに勝った方が今 B 番内でやってる前田くんとトゥーリオさんの勝者と試合をしていただき、最終的な勝者が梅茶さんと試合をしていただき、敗者復活となります。Guilty Gear Exile. Who dares to enter the mayhem? Ramazan Arena. Ramazan versus Slayer. Get ready to roll. Heaven or hell. さあ行きましょう。 A 番台は、2回戦ルーザーズ組の2人の試合となっております。これに勝った方が、1回戦組の勝者、太郎さんと対戦したいため、太郎さんじゃねえや、間違えした、前田君とベルさんのどちらかとお知らせいただきます。さあ剣から一旦距離を取って2杯すら円形で崩し出していきますが、されるかジャンケー、マイピー落としてジャンピーから空中ダッシュ、下でああ間違えたが中段ヒットを画面端に持っていきました。ジャンディー、ここもしっかりつなげていきますね。おっと、2ピークでのブレブレっぽい耐久の形になりましたね。けど総裁さあ直前ガード、マッパンチ、いい判断、画面端逃げていきます、なかなか追いつけない。
うまい。おお、素晴らしい、いい判断。空中ダッシュは行かずに前に出ます。エンゲス相手の足を止めて、エンゲスここはしゃがみくらいになってしまいました。しゃがみくらいにつながるんですね。ダウロからバーストをこれ確定させて一旦消してから前に出るかというところ。 2K から足払い、この速い展開でよく確認しますね。素晴らしい、カッパンチ2ハイスラー見えている。バイバンカー、B 番内勝ったのはトゥーリオさん、はい、おめでとうございます。じゃあトゥーリオさんは A 番内の方で待機しといてもらって、この A 番内でやってる星子さんと SRC さん、勝った方とトゥーリオさんが試合をしていただき、で最終的に梅茶さんとね試合をしていただきます。おおっと、ジャイスすげえ裏だ、裏の発生初配1作目の裏だっけ、ジャイスってなんかめっちゃ速いんだよね、確か4とかだ。わー出たー、上り中なんだ。さあ、ぐる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 となって、ハーリスでバーソー4で行きまで、4で行くっていうか、まあバータイですね。勝ったのは、ホヒコさんのラブレザル、おめでとうございます。ではホヒコさんのラムレザルとトゥーリオさんのイノ A 番内で試合をしてもらいます。で梅下さんもねこの試合の後試合となりますので、準備の方よろしくお願いいたします。あなたが手加減していることが分かる。何のために戦ってるの。ゲームオーバー。さあ、あとはルーサーズ2試合と決勝戦、残すところ A 番内では3試合、まあ、決勝戦に関しましては2試合選手の試合となっておりますんでね、よろしくお願いいたします。すごいね、そうかな割と筋肉質だよね。おお、ケミカル当たってる。オンプ飛ばして潜って、ジャンピーで潰して、ここでバーストを確定させていきます。さあ微妙に届かない、ケミカルが刺さって中段を追いかける。縦ケミカル落として、下縦から 2K 空中ダッシュ、縦拾って空中ダッシュ、攻めは空中ダッシュ、ここは崩していきます。ジャンペース素晴らしい。さあ第2ラウンド、開幕 MIP エンクルシに勝てる選択肢でしょうか。ジャンピー発生前にジャンプに過ごしましたね、伸びました、やられ判定が。位置がやり変わるぞジャンディー、あーしかしここは消毒だ、昇竜拳で、おーすげえ後ろに感性がついてるね、いいですね。うひょー、今多分ケミカル読んでたんですけどギリッギリ届かなかったですね、危なかったですね。井野川投げている、再建もヒット、すごい駒投げみたいになってる。ダーソダック、あれこれはまさか危ない、すぐさま戻ってきました。ジャンディー崩して、すぐ蹴ってられるか。イノの上に頭の穴が開いてるように見える。さあ、トゥリオさん勝ちまして、梅下さんと試合をお願いいたします。最高に興奮したの、イノウィンストレイト、てめえとやんのは不毛なんだよ。イノ見ると小市さん思い出すっていうコメントが、まあ確かにすごかったですね。え、空気を被害あれ、ニコ生の配信だったんですけど、割とアンジみたいに、そう、上半身ちょろちょろ見えたんで、ちょっと気になりましたよね。めっちゃ肌綺麗だったね、謎のコメントが。さあ行きましょう。わー、どうした、あーなんていうことだ、
なぜ撃ったのかかける2みたいな。いやー、なんか全てを失っているぞ。でダンク崩して、まあ、バーストたまるかなーって雰囲気はあるんですけども、なんとかそのたまりきるまでは耐えたいところですよね。デッタンクで縦ケミカル、なんか完全に追われてましたねこれ。いやー、これは精神的にヤバかったでしょ、アイジャンの。まあ切り替えていきたいところ。さあケミカル大きいんで勝っちゃいましたね。2敗2敗、ジャンエス、タスケン、イエス、ケン、ケミ、画面端、オキ攻め、バーストもなんか対策してそうな動きを見せていきます。さあやばいです、中小画面端です。あーっと、バーストが当たんないし一生コンボされて、ここはなんとかしたい。真剣やったぜ、ゲーゲーッ、うわー、ジャハイ音符の持続当てで結局意味なかったみたいな感じ、面白いですね。タスケダッシュしたら顔面にミール刺さってましたね。というわけで、なんかもうそのまま一気に流れ持ってかれましたね。勝ったのはヌリオさんということで、アッパレさんのメディアと、決勝戦となります。2試合選手となりますのでよろしくお願いいたします。頑張っていきましょう。ギルティーギア、え、 Who dares to enter the mayhemアリーナ。まあけど梅沢さん、あれっすよ、打たずに後悔を言って後悔っすよ。見てるだけで何でも言いますからね俺まで。させさあ行きましょう。アッパルさんのみでとゼリオさんのみで1月19日木曜シングル大会決勝戦となっております。まずは1ラウンド目ハリをさせてきました。バーストを使っていくのはゼリオさんのみの、まあね、バーストを使うことによって井上はジャンディ・フォロキャンが使えるようになりますので、かなりそのなんていうんですかね、連携の幅が広がります。さあジャンディ追い返す。ただ立ち回りに関してはハリ持ってる状態でやっぱメディアきついでしょうね。ここなんとか切り抜けて置き攻めに持ち込めばといったところ。さあしかし直線ガードからすぐさま割り込んで画面端、さあ出しからここはちょうどゲージにたまりまして、エメラルドレインから画面端落として置き攻めは縦ケミからでの出しと試みますが、ここはタンデム刺さっています。一本選手はアッパレミリア。さあ表現がカウンターヒット、急所手うまい、ジャンケンが刺さっていますね、素晴らしい。距離を取ってジャンディーで追い返します。画面押し、わー今見えない、ジャンケン一瞬見えてましたよね多分ね。ジャンケン着地に行け、これは見えません。落として置き攻め、さあゲージがない、厳しい、イエスで返していった。画面中央着地下段通して、ここはバーソク警戒しつつか、着地下段これはよろしい。ポンプ、さあ残り少ないゲージを使って触っていこうというところですが、なかなか捉えることができません。さあそしてここはバックジャンプからの針を刺して、あ、来ます、読んでる、ガード素晴らしい、ガーンと急所投げ、この急所投げだ素晴らしい、前配差で2回中段しっかりダウンで後ろから投げて潜る。さあ端マイピージャンピーをかその削っていますね。くるっと回ってガードのエフェクトが見えておりました。一本選手1試合目勝利は、アッパレさんのメディア。安い戦術だけどお似合いじゃない。オーバーギルティギア。